あ、ちょっと待ってください。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。占い師なんだけど、とりあえず初手なんで、色は言わないかな、どこかってね。このメリットとして、まあ最高の占い師が必ず出てくるから、これと同じとこに出たら、もうその人は隠し色になるし、っていうところかな。それ一つしかないんだけど、まあ隠し色になったら強いからね。それだけのために、まあ言わない。ただ、これをやることによって、これ偽なんじゃねえって思われる人が多いんだけど、隠し色になった時って、これやってよかったなって思うから、僕はこれをやってみたい、今回は。うん。で、そうだね。まあ、ハンター村っていうのは、間違わなければ多分強いんですよ。ただハンターがなんかすんげえそこじゃねえんじゃねえって思うところに打っちゃうと、もうやる気がなくなっちゃうから、ハンター次第っすね。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。4番さんが、占い師自称をしている人把握。ただ、占い先については、自分の白先が隠し色になるかもしれないから言わないっていうのは、普通に意味がないと思います。はい。別にいいじゃん。隠し色になったって、4番さん新占い師なんですよね。仮にも。だったら別にきちんと発言すればいいのにって普通にシンプルに思いました。はい。ハンターが間違わなければいいとかどうのこうのっていうのは正直いらないと思っている。いらないっていうか、まあどうでもいいかなって思ってるんで。俺のプレイなんか分かんないけどね、はい、まあ、4番さんに関してはなんか普通にもう私人外ロックしちゃってます。はい、真だったら出ればいいと思います。占い師3番ランダムしろ。6番のプレイヤーが発言します。5番さん偽ですね。僕もう4番さん新進行レベルなんですけど、もうあの進行論叩き出されたら。ただ上から目線でごめんなさい4番さん。僕それだったらね、もう占い師すら自称せずに2周目待ったが、まあ結構確率的に少ないですよね。ただ老老学校された場合ってもう 100% 起こり得ない状況なので、まあ感じですかね。なのでどちらかというと5番視点で4番対抗者に見えてるんなら、芯切りますっていう発言は残らないと思うかな。だから5番さん偽ですね。4番さん、ついていきます。芯球はですね、ハンターの強さもそうなんですけど、占い師の決め打ちをいかにできるかってことで、まあ、僕は新占い師を見つけていきますよ。もう見つけてますね、すでに。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、右に同じって感じかな。5番が占い師をどっちに自称し、3番に白結果を打つまでの指摘はまあ良かったかなと思ったけど、それに関して自分が占い師をするんだったら、5番の芯を切っていいかなと思ってるから、6番の印象がいいかなっていうから、4番芯進行でいこうかなと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。しようないです。村人でした。直に6番の意見がよくわかんないなと思ったから、7番もちょっと濁ったかなって思ってるし、4番が言ってること
って、ハンター次第じゃないって言ってるけど、どちらかというと占い師が足をじゃねえや、村を引っ張っていく必要があると思ってるから、4番視点で占い師を自称するんであれば、4番視点が頑張るべきじゃない。なおかつ5番の言うように、普通に4番が真を言い張るならば、その城先も伝えた上で、自分が真なんでっていうことで、しっかり真目を取る意欲を見せるべきじゃないかなって、俺は思ったけど、だから4番が占い師を2周目も自称するようならば、ああ、4番ってあんまり真っぽくないなって思ってしまったんだが、ただ5番の、その5番もさらに占い師自称ランダムしろ3番って言ったよね。その視点での4番叩きってなるとちょっと変わるかなとは思ってるけど、俺別に4番真とは思ってないかな。9番のプレイヤーが発言します。占い師ランダム8番白箱お願いします。まあ、対抗の5番さんと4番さんについてなんですけど、4番さんっていうのが白酒を言わないっていうことから、4番さんに関しては若干興味があるかなと僕は思っています。そうなってくると5番さんっていうのは狼かなと僕は思っていますね。1周目の考察を聞く限り、6番っていう人物は4番さん新進行でいいって言っていたんですけど、4番さん偽なんで、4番さんが真でやるメリットっていうのは全くないっていうことを気づいてほしいなと僕は思っています。で、7番に関しても、白酒を言わない占い師っていると思いますか？ちょっと常識で考えてほしいなと僕は思っていますけど、役員についてはセミオープンで出てきてほしいかなと僕は思っていて、僕は人の発言を捏造する人、そういう人を僕は人外視するんで、それだけ言っておきます。以上。1番のプレイヤーが発言します。9番の意見もまあ全然わかるかな。常識っていう観点で俺は4番って、6番が言った意見っていうのは少なからず正当なんですよ。4番5番に与えた精査っていうのはね、だからね、この盤面下で言うのであればごつり進行がいいかなって。4番に関してはね、どっちとも取れる発言をしてるんですよね。9番の意見プラスアルファで4番っていうのは何だったっけ、この後に2小盤面化を想定してるんですよ。4番自身がね。4番自身が。まず。隠し城になるっていう観点から、4番の城先と隠し城になるっていう観点は絶対的に2小盤面化しかありえないから。うん。3CO で多分3点一気に全部そこに城が被るっていうのは、ほぼほぼ想定しえない考察だと思うから、一番確率として低いから、多分2小盤面化を想定してるんですよね。だから現状化として分かんないかなって感じだから、とりあえず1番にせっぽい5番から釣りましょうか。はい。2番のプレイヤーが発言します。うん、まあ勝手にすればいいんじゃないですか。まあ、そもそも4番が占い師なのかどうかすら分かんないですよ。みんな占い師って思ってるかもしれないけど、ただなんかスラスラ人かもしれないですよ。っていうか、まあそもそも4番って潜伏で出れば良いんじゃないって思ったんだなっていう感じ。5番の何か問題なのかがさっぱり分からん。6、7、1に言うけど、え、5番って4番の真を信じるとは言ってんじゃなくて、真を切ると言ってんでしょ。じゃあ少なくしても5番は4番を偽らって言ってるのと同意なんだから、5番の真もあるような気がするんだけど、なんでそれで5番が偽になってんのかさっぱりわからないんだけど、もう6、7、1の言ってることがちょっとわかんない。俺はただ4、5、9の精査はつかないけどね。5番の一言でなんか言ったっけ、変なこと。4番の真を切るって言ってるんだから、まだ真もあるんじゃないのって思うんだけど、その言い方ってなんか問題あんの？うん。4番を真と信じて出てきたら何この人ってなるけど、真切ってるって言ってんだからまだ真あるんじゃないの？うん。3番のプレイヤーが発言します。私が思ったのは、多分5番さんは役じゃ、あ、逆か。4番さんが役か。私5番さんが、役すらで4番さんが出てきて、4番さんの真を切るって言いたかったんかなってちょっと思ってんけどな。マジか、そういうことか。いや、なるほど、役なんかよ。いや、全然わかんない。役さんしよう。じゃあ、フルオープンでお願いします。騎士。はい。なんかで、騎士で、ハンター。はい。ハンター。7番さんはじゃあ、騎士ってことかな。騎士。7番さんも発言伸びないなと思ってて、5番さんな、ちょっとでもな、2番さんちょっとかばってたけどな、5番さんってさ、4番さんっていう太鼓が出てきたときにな、その、太鼓叩きはいいねんけど、その、自分が真やったときって4番さん確定人外になるわけやんか、それが出えへんかったから5番さんが偽じゃないかって言われてるから、ちょっと5番さんも私偽っぽいな思ってんねんけど。4番のプレイヤーが発言します。いやー、5番進行でよくね、これ。
五番さんってとてもじゃないが占い師として見れないでしょ。俺のことを偽信仰でって。偽信仰でっていう占い師さんいる？偽信仰とかなんとかって言ったよね。五番さんが真だったら、四番の真を切ってくださいっていうのが普通じゃない？偽信仰でっていうのはさ、自分が占い師の時に使わない言葉だよね。だから、五が狼の場合って、多分二番は狂人で、あ、違うか。7番が狂人なんのかこれ。どうなんだろう。7番がどっちかで出てるかがちょっと重要だよな。多分2番は狼ではないと思うんだよ。狼でない。7番が狼だとしたら2番は狂人になる。7番が狂人だとしたら多分2番は村。村で、本当にそう思ったんだと思う。だから、グレーにもう一人。どうだろうなぁ。ワンチャン五六ローロもあり得るよね。もうなんか五番さん頼りないから切っとこうみたいな感じで。っていう風な流れじゃない？で、六番さんがそう言ったからそういう流れになっちゃって、二番さんからそうじゃないよって。でもあれはもう五番の芯切れるでしょ。偽信仰でって言わないもんね、芯の占い師がね。五番。のプレイヤーが発言します。いやだからそこに関しては発言の中で私潜伏しようかなって思ったんだよね。4番さんがその発言をするんだったら、どこに白結果を落とすんだ。私3、ランダムで3番に白結果が見えてたからワンチャンここで3番に白をかぶせられてしまった場合って結構盤面きつくなるから潜伏しようって思ってたんだけど、でもなんか最後にランダムしろって言っちゃったんです。でも申し訳ないかなってそこに関しては思うんだけど、でもそうなった場合って確定役の8番さんも私のことをそこまで叩く要素があるかっていう発言を落としてるんですけど、4番さん。で、4番さん目線対抗が7番なんでしょ？で、7番が人外だった場合、2番が狂人って言って、もう1匹グレーにいるってどういうことって思うんだけど、普通にシンプルに。だからなんか4番さん、人外かなって若干思ってるんだけど、だから私の発言に関しては申し訳ないって思ってるんだけど、だからそこに殴りを入れてる6-1っていうのは、わかるから2周目も発言聞きたい。だから2番さんに関しては、なんだろうな、話を聞けてなかった。結構ね、私やばいかなって思ったんで、わかるよ。叩かれる要素はすごいあったから、だからそこに関して、なんだろうな、なんでフォロー入れてきたんだ、私のこと狂人に見えたのかなって思うから、2番さん結構狼あるかなって思ってて、で、9番さんも9番さんででも出現をしてて、そこに関して誰も拾わないのかなって思う。9番さんって4番さんが、4番さん真なのに、なんか占い先言わないなんて、真として見れないでしょみたいな感じで言ってるんだけど、それも出現じゃない？そっちの方がやばい出現だと思ってるんだけど。これ、キシロラ？どっち？わかんない。6番のプレイヤーが発言します。いや、出現には値しないと思ってるよ、9番の考察ってのは。9番ってのは4番が、占い自称者だった場合って、狂人に見えることから5番が狼っていう視点状況下で、6番が4番が新進行だっていう視点だった場合って、5番、6番狼だった場合、4番の占い師に入らない行動だから、6番の黒もあり得るっていう主張だから、9番の言ってることはもっともだと思ってるから。で、5番さん、3番に白かぶせられたら困るって言ってるんですけど、いや、むしろそっちの方が強いんですよ。に白だったら、確定で白だから。何言ってんだろうって思ってますよ、マジで。5番さん、それは。4番が、まあ、4番さんは占い師ではなかったんですけど、隠し白ができるから白伏せ進行したいっていう主張だったんですかね、4番さんは。そう、9番さんは出現はしてないですね。ただ、6番、7番に対してだけ、どう思いますかっていう主張は、ちょっとムラつけてんのかなとも取れる主張なんですね、9番さん。どうしよう。まあ今日は4-7の乱ですね。で、5番視点で誰が狼なのか黒見つけれるといいですね。ただ、4番さんはね、2番さんに対してムラって言ってるんで、7番強浮きだった場合って、まあ5番偽だから3番、6番、1番に狼がいるって言うんですね。
では4番。今日は47のラン。7番のプレイヤーが発言します。なんだこれ、キシロラされちゃうの。嫌だ、じゃあムラスラしよう俺。ムラスラします。5番爪でいいと思ってるよ。5番の新切り進行、9番新進行でいいと思ってるよ。俺はずーっと言ってるけど、だから5番釣りますね、僕。5番釣ります。まあ、どこかな。3番は村なんじゃない？3番は村っぽいし、6番も初週で村っぽいなと思ったから、まあ、そうだな。1番、2番あたりかなと思ってますね。なんか2番だけがなんかやけに5番の方持ってんなと思ったから、まあ、消去法で2番かなと思って。僕じゃあ騎士降ります。村すらします。5番詰めます。8番のプレイヤーが発言します。生存意欲ねえな。逆になんか白っぽく映っちゃうし、なんか2周目の視点は若干似てたなって思ったけど。俺って自視点で言ったらね、4番がそれハンスラーすることによってハンターに見せかけて護衛入れたい動きにしてるんかなと思って、結構ね4の印象いいから、まあ47のセンサー入れた時7が偽なんかなって思ったんよね。6の便乗位置だったし、で5級に関して俺も5番偽かなって思っちゃってるんよね。ただ俺進路はないと思ってるから、どちらかに強靭がいるから、まあラストウルフはグレーに1匹いると思ってるんだけど、あんま色見えてないかな。ちょっとやばいね、俺がなんかキーマンになりそうだね。ちょっとね、1、2の色があんま見えてない。1番もなんか盤面、状況把握ばっかりで、自分の意見あんまり言えてない人物だと思ってるから、2周目に関してはしっかり自分の意見をガツンと言ってほしいかな。ふわっとした考察じゃなくて、ちょっと誇張した、考察をしてほしいかなって思ってる。まあ、2番に関しても同意かな。5番の肩を持つような発言、7番が言ってるように、そういう発言しかしてないから、ピックアップして、かいつまんだ上で、ここが黒いんだよね、ここ怪しいんだよねっていうのを言ってほしいかな、実時点で。9番のプレイヤーが発言します。普通に僕、7番さんが騎士しようか置いたんですけど、7番さんって今の発言聞いて、オカミかなと僕思ったんですけど、理由に関して7番っていう人物が騎士使用することによって、まあ占いから普通入るじゃないですか、普通のセオリーの進行やったら。ということで、僕って5番さんって強靭なんじゃないかなと僕思ったんですが、7番さんが仮に村でやって騎士使用するメリットって何なのかなと僕思ったんですけど、現状僕は7番気になりますね。対抗の5番さんって7番さんが正直僕、7番さんの今の行動が正直人外にしか見えないんで、正直言って5番さんって強靭かなと僕は思ったんですが、ですが6番さんの発言で、6番っていう人物は1周目に5の芯は切れるよねっていう、そういう発言をしときながら、6番っていう人物は最終的に騎士に持っていかせようとしてる構図から、ワンチャン6の狼、6号ローローってもあるかなと僕は思ったんですがね、5番が仮の狼やった場合で。2番については、そうやね、1と2に関しては若干僕にすり、まあ2番に、1番に関しては若干僕にすり寄った構図に見えて、2番に関しては5のシーンもあるよねとか、そういうぐらいの発言しか全く聞けてないんで、3番に関しては仮に5番が狼やった場合、3番の狼ってまずないかなと思いました。理由に関して、3番っていう人物は5番に対して、なんていうかな、偽野郎とかそういう発言あったんで、そこまでのライン言いやせんかなと僕は思って。1番のプレイヤーが発言します。これは4番7番ともに言えるんだけど、5番の新切り進行するのであれば、誰か一人どちらでもよかったわ。9番護衛しますっていう言葉だけが欲しかった、マジでめちゃくちゃ。4番も5番の新切り7にも言えるんだけど、5番釣るって構図化だった場合、9番8番これのどっちを守るのって話になるから、その時に確実に守っておきたいのって、8番が死んでもいいんですよ。正味の話、死んでもいいです、発砲しなきゃいいんで。はい、まあ、8番確実に見せらないっていう構図化なのであれば打ってもらっても結構なんですけど、
その盤面下で4番がキススライドしてその上で4番7番のローラーに持っていく考察って、4番巨人5番狼、あの5を釣れるって言えた7番っていうのはプラス評価なんですよね、あの盤面下で。うん、強靭仮定4番7番に仮にも強靭仮定した場合って、その盤面下で占い師からぶち殺しますって多分言えないと思うんだよね。それだった場合グレーに精査を伸ばして、多分7番って6番のことを白評価しているから、その時に多分7番強靭だった場合って多分6を釣りに殺すしにかかると思うんだよね多分。うん、ないし4釣りでもいいんだけど、5釣るって言った考察って7番って一番強っぽくないなって。あるとするならば、この盤面から急進進行ってなってる盤面から7番9番でラインが確実につながっている7球狼じゃないとその考察ってできないかなって思ってるんですけどね。はい、じゃあ5を釣りましょう僕は。はい、2番のプレイヤーが発言します。うん、5番釣るならば7番1番必ず最終盤面で釣りをすんで、勝っても負けても5番のどこに黒要素があった。うん、まだ号泣はわからない。占い師は2回占わせれば、まあ、騎士ロラだったら、まあ、もう7番降りたけどね。一度占わせればいいだけ。うん。なんで1番、7番は5番を釣り落としてんの？俺、そうするともう7球とか1球とかに見えるよ。うん。4番をニセラと言ってる人が、真の可能性はあるだろうし、え？なんか4番が5番に言ってたけど、なんか問題あんの？俺は7番にしか行かないよ。村でそれやってるって言うんだったら、リア強プレイだから。うん、絶対に許されない行動だから俺7番釣りしか押さない。5級の精査が俺はつかない。一度占わせるべきだと思うけど7釣りしかしない。それをして5番を釣りをそうとするなら俺人外にしか見えないんだけど、5級は占いしって占わないと分かんないんだよ俺は。はっきり言って特に5番が変なこと言ったかなと思うんだけど、4番を怪しいって言った。だって5番が死んだらばそういうんじゃないの。あと4番が何か指摘したこともちょっと違うような気がするんだけど、ちょっと思い出せないんだけど、5番が言ったことの、何か言った、4番が5番に指摘したことも意味が分かんないんだけど、それだけでどうして黒起きできんだろうっていう、うん、いいなんだけど、うん。これちょっとね、号泣はまだ分かんないから占わせた方がいいんじゃないかと俺は思ってるよ。うん、そうして、精査した方がいいんだけど、なんで、7-1は5番釣りをそうしてんの？もうなんかもう7と1が黒く、俺はもう黒にしか見えないよ。今日7しか行きません。はい。3番のプレイヤーが発言します。そう、まあ占い師から行く進行を唱えてる7番さん1番さんがあんまり白く見えないかなって思ってるかな。4番さんがちょっとおかしいなと思ったのは、2番さんが強靭じゃないかって言ったところはちょっと4番さんに対して引っかかるなと思ったの。そしたら対抗レベル7番さんって何に見えてるのかなって4番さんに思ったけど、7番さんが降りたわけでしょ。多分7番さんの人狼はないんだよ。でもね、強靭はあると思う。強靭はあると思う。仕事してる。だって、役をフルオープンさせて降りてるでしょ？だから4番さんっていう人を噛めるわけじゃん。だから7の人狼はないと思ってるけど、強靭はあると思ってるし、どうなんやろ。昨日寝てしまった。1番さんな、題名は、ね、7が強靭じゃなく見えて、今日は5から釣る。いや、5から釣るのってすっごい弱いと思うんやけど。ただ、画面が5番さんの方が偽には思ってるけど、画面があのまんまだ同じまんまだった。明日釣ればよくないって思ってるから、7番さん強靭行くなら7番さんかなと思ってて、人狼なら多分夜の人どっちなんやろうな。確かに9番さんの言うと1番さんはちょっと9番さんにすり寄った感じはあったかなって思ったし、2番さんに関してはなんか結構露骨に5番さんをフォローしてる感じがあるなと思ってんねんけど、どっちやろ。私7番さん絶対強靭やと思うねやんか。強靭、なんか隠れてる強靭にしか見えへんから1か9に狼いるかなと思ってんねんけど、今日5は5番さん行かないよ。あの新規で進行するんだとしても明日5釣りが一番強いと思ってるから、今の2番さんの意見はそうなんだけど、まあ、2、5っていうのはあるんかもしれんなと思ってる。7番さんを強靭やと思っていきます。はい、全プレイヤーの発言が終了しました。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。7番のプレイヤーが発言します。
3番がポンコツかなと思ってますね。強人だったら俺降りる必要ないんだけど、俺釣られたくないから村スルしますって5番釣って、9番新進行で、9番守ると見せかけで8番守ろうかなと思ってたんだけど。僕騎士なんですけど、ちょっと釣られてあげます。占い師噛まれてください。5番のプレイヤーが発言します。いやだから申し訳ないと思ってるんだけど、私マジで新占い師だから本当に最終盤面でわかるよ。ああやっぱり5番新だったんだってわかるから。で9番の精査もおかしくって、何7番が人狼がある、なんつったんだっけ、もうわかんない、もうちょっと占い師やりたくないんだけど、もういいよ、じゃあもう新切り進行で渡してくれ。はい、もうわかんない、もうね、わからん。占い師初めて引いた。もう無理です。はい、もういいです。私いいです。無理、わからん。4番に発言されてどういう風に動いていいのかもわかんなかったから、もう私ああいう発言になっちゃったんですけど、もう頑張って。はい、いいよ、つって。全プレイヤーの発言が終了し、私が悪人ですって？もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。これに関してはちょっと村人の人申し訳ないかなって思ってんだけど、私マジで新占い師です。はい。黒出された人は多分本当にこいつやべえなって思うと思うけど、私マジで新占い師で、4番がああいう発言をしたからマジでわかんなくなっちゃいました。はい。いや、多分7番死んだと思うんだけどね。やっぱり4番のスケールがおかしいかなって、一応考察は残しておくけど、多分7はね、人外じゃないと思うよ。投票されてるけど。多分おそらく4番が偽かなって思いますかね。だからそこを釣りをしようとしている9番ってわからない？ 7 番さん目線もわからない？私じゃなくて9じゃない？偽なのは。もういいよ。ちょっともう勉強しますね。私マジで新占い師でした。ごめんなさい。村マジでごめんなさい。占い結果残せないけど、マジで新占い師でした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。4番、7番の精査に行こうか。確実に7番が神社の時って狼しかありえないと思うよ。すらした観点からすると、7番って5番の神経で行われてるから、その盤面かって、釣られなきゃいけない存在ってなるから、普通7番ってスライドしないと思うけどね。だから俺7番9番狼世界線しか見えないって言ったし、そこで5番を釣りに行く考察でもうやってるっていう風にしか見えないけどね、普通の観点だった場合で。9番が三種のね、まあ5位置に関してはどうでもいいです。はい。まあ、9神お子さんって。面白い。4が9号へ。あ、オッケー。あ、じゃあいいや。じゃあ次。7が9号へね。で、4番が8号へ。はい、それで決まる。確実に決まる。2番、6番の審議で言うのであれば、2番言ってることなぜよ。5番が言った視点って明らかにグレーで、4番に対して審議をつけた視点でしかないからね。で、そしてプラスアルファで2周目の弁明に関しても、3番に白角が起きたら潜伏しようか迷った。で、結局出た構図からの中で4番の芯切りますって言ってるから、ちょっと意味不明なんだよね。5番って順序ずれてるから。だから6番の指摘って真っ当だし、ってなると2番かなって思っちゃうんだけどね。普通に発言精査した場合って。
2番のプレイヤーが発言します。今日は9ずりまたは16。なぜなら5番と6番、5番と1番は繋がらないから。仮にな、52だと思ってるんだったら、それは村差し、村でも狼でも差し出せよ、61を。61じゃなきゃ飲めないよ。61。1でいいよ。5と1最高陣営だろ？うん。あのさ、騎士と占いどっちが価値があるんだよ。本当に村は舐めてんのか、この人狼札を。騎士の方価値ないんだよ。お前らは釣られればいいんだよ。自己中心的なプレイをして。騎士ロラしかありえねえだろ、新旧で。占いから行く進行ないだろうよ。今日は9番。じゃなかったら1番。全員で1番。それは1番が決めたことだ。どういう進行を取ってるんだよ。占い師に占わせるってことが大事だろう。占い師の方が重みがあって、騎士に価値はない。ロラして、ロラすれば2回占いなんだぞ。騎士に行った進行を取ったのが正しいはずだ。5番のどこに偽要素がある。プレイスキルってのも考慮しないの？君たちは。特段おかしな発言ではないと思うけど、致命的な失言ではないはずなんだ。意味がわかんないよ、もう、もはや。では9、または1、グレーなら1。じゃあないだろ、1、おは6、2以外だよ。うん。5にムラムラだったら負けるよ。6か1に狼いるだろ。4番、7番の真の騎士は、お前は本当に騎士じゃねえよ、新騎士は。自分が地釣り飲むんだよ。自分投票して、号泣生かすんだよ。3番のプレイヤーが発言します。ファッションが、ファッションがやばい。2番さんが村に覚えてきた。やばい。そのファッションがやばい、村に覚えてきた。9番さんが噛まれてないと確かにおかしいから、4番さんが9番さん超えでグッドブ、ね、7級ロロってないよな。7番さんって8超え主張してるんでしょ、でしょ。7級ロロ見えんな。そうやな、騎士ロラからでよかったから、7番さんがスラしたから強人かなと思って7いっちゃったんやけど、え、逆にするってこと？今日グレーから言ってどうしたらいいの？もうこれは8番さんに任すわ。 5番さんの相方って考えたら、なんか2番さんしか見えなかったけど、今の2番さんのパッションめっちゃ村に思えてきてんけど、どうしよう。あ、そういうことか。7番さん騎士やったけど降りるわ。噛まれたくないからってこと？ちょ、分からんくなってきてんけど、ちょっと8番さん任す。分かんねえ。4番のプレイヤーが発言します。いやー、5番の芯は切れるでしょ、普通に。5番さんってすごい嘘言ってるからね。霊能、あ、占い引いたことないなんて言ってるからね。明らかな嘘じゃ。絶対5番は偽だから。9番新進行で3白でしょ。で、今日は2つる。2つる。いや、7つってくれるなら7つってもいいけど、2つった方がいいから。だって7番さん9番超え、俺が8番超えでしょ。絶対9噛まないでしょ。ねえ。絶対9噛まないでしょ。偽装グッジョブとか起こすでしょ。わかんないけどね。7が狼かどうか。7が狼だったら多分偽装グッジョブを起こす。で、最終精査で、僕と7番の精査に持ってこうって考えじゃないじゃない？ただ5番が狼だと、やっぱさっきも言ったように、2番狂人、7番狼、あ、5番狼だと、そうだね。2番の狼は、正直、ないと思うんだよ。1周目から2番だけだからね。5番の救いに出てるのが。だから2番狂人で、7番狼なのかなっていうふうに思うんだけどね。で、最後に、47残されたら、なんか7の方死んで見てる人が多いじゃん。あ、でも昨日7釣り入ったか。まあ、とりあえず2行ってよ。2行って、5だったら2。でも2が強靭だと思うから終わんないと思うから、7だと思うんだよな、ラストルーな。とりあえず2ね、2、今日2。6番のプレイヤーが発言します。いや、4番視点で7番が狼の推理で2番が狂人っていう視点だった場合って、多分5番が真になる世界線しかないと思ってますよ。4番さん、じゃあ仮の仮説を立てましょう。5番さんが4番さんと相方で神道で相方を詰めて、ハンターと新占い師のクロス越え、
これ破れなかったら人外覚醒になっちゃうんですよね。そうなった場合に、4番さん、そんな、すっごいプレイできます？僕だったらできないですね、もう。そんなプレイ。けど、まあ、2番さんがパッション出したんで、僕もパッション出していこうかなと思ってます。まあ、ただね、まあもう5番さん釣っちゃったんで、もう釣ったものは取り返せないんですよ。あのね、もう蘇生薬も残ってないんでね。ということで、もうバンバングレー釣り行きます。2番釣ります。どうですか、僕のパッション。で、あ、2番さん大丈夫です。9番さんがもう偽性だった場合、2番さんがね、今、村って主張してるじゃん？負けなんです。いいですか？もう今日グレー踏んだ瞬間負けなんですよ。村人を釣った時点で。いいですか？ね、初日村釣り、2日目村釣りで PP です。はい。グッジョブが起きようともね。はい。ということです。だから、4番、7番の内訳が振動だった場合、で、9番が偽だった場合、今日グレー釣りで村を釣った瞬間に PP です。で、新騎士が噛まれて PP 宣言。はい。以上です。2番いきます。7番のプレイヤーが発言します。うん、そこまでの精査ついてるんだったら、普通に4番釣ればいいじゃん。と思うんだけど。4番の視点がおかしくて、4番が二石士に思うんだったら、PP うんぬんかんぬんって述べるんだったら、6番して4番詰めればいいんじゃないのと思うんだけど。一周目、二周目に関しては6番白いなと思ってたから、6番のこと村弾きしてたけど。9番なんか守るわけねえじゃん。だって俺9番新進行で5番投票してやってんのに、9番って俺に投票来てるでしょ。はっきり言うよ。次の日も俺9番守る気ねえから。はい。4番いきます。8番のプレイヤーが発言します。下がれ下がれ下民ども。あの5番の遺言は俺しけと、あ、しかと、あの受け継いでるから5番シーンだろこれ。5番シーンだよ。5番シーン3村、2番も村だろ。2番も村。2番3番村、4、7に関しては、多分7が村だわ。7が死んだわ。だから多分9、1ローロー4強人か、9、6ローロー4強人だと思ってるかな。あ、今日 9詰めよ、9。俺5番芯だと思うわ。5番芯。で、今日に至っての9神は絶対起きないと思ってるから。だから7番芯だと思うし、俺はね、4、7に関しては進路ではないと思ってるから、新教だと思って、マックス強人だと思ってるから、そうなった時って5級の配役は進路だと思ってるから、5番芯決め打ってるから、俺は。だから9番狼だと思う。だから9の相方は1か6にいると思う。俺、2番は白いと思ってるから。はい。今日絶対急釣りね。今日絶対急釣り。で、俺噛まれたら発砲するから。はい。で、7番新進行。はい。もう絶対です。俺の言うことは絶対です。はい。下がれ、下民ども。今日絶対急釣ります。9番さんは何？ 3 番さんが怪しいと思ったの？ 5-3 ローロだと思ったの？だから3番占ったの？はい。昨日の盤面ってグレズリでしょ、グレズリのクロス越え盤面でしょ、あそこで騎士、あの2番さんちょっと勘違いしてるけど、新騎士釣っちゃった場合って新占い師噛まれるから。はい。9番のプレイヤーが発言します。皆さん、その思考録絶対解いてください。村負けます。僕は昨日7番に入れた構造なんですけど、7番仮に新騎士やったら自分は騎士じゃないです。4番が新騎士ですとか、そういう発言で残さんと僕は思っていますし、そもそも7番っていう人物が、初週の騎士の、仮に7番さん騎士やった場合って、なんていうかな、騎士として降りないじゃないですか、普通に。よく考えてほしいなと僕は思っていますよ。で、昨日の2番さんの行動をもう振り返ってください。2番さんって7番の芯は切れるでしょう。7番行きますっていう発言を残しておきながら、今日に関しては騎士に対しての精査って全くやってないことないですか。村林さん、なんでそこを拾ってくれないかなと僕は思ってんすが。僕って2番が強人、5-7ロールあるんちゃうかなと僕は思ってんすがね。7番っていう人物が5番とラインを切ることによって、9番紙を発生させること、9番紙を発生させて、自分が占い地に入らないような構図っていうか、自分釣りに入らないようにやって持っていってるんじゃないですか。僕は昨日3番さん占った理由に関してなんですけど、3番さんっていう人物は、まあ、5番の白先でもあるし、そもそも3番が人外でやってる可能性っても十分あるんで、僕は一応隠し城を作る意味でも僕は3番さん占いました。仮に5番が狼やった場合、
つながる位置って僕って7しかないかなと僕は思ってんすが、7番さんが死んでそんなムーブすると思いますか？7言ってください。以上、全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。何言ってんだよ、俺を悪者扱いすんな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。8番さんには思考録本当に解いてほしいなと僕思っていますよ。せいさん間違っています。5番が狂人やった場合ってどうやろうな、つながる位置って2の相方って誰やろうな。2番狼仮定した場合、正直言って精査ついてないし、僕、占い、もう取られてしまったんで、正直、村は負けるかなと僕思ってんすがね。いや、7番に関しては本当に死んでやってるムーブと正直思えないんですけど、仮に4番が偽やった場合は、まあ、しょうがないかなと僕思ってんすが、7番って新騎士のムーブって思えなかったんですけど、だから僕、昨日7番に行ったわけなんですが、いや、村山市の7番さんの行動が、にどこが芯あるかわからないですけど。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番。16打ってくれ。4つ打って余ったやつを釣れば終わる。16打ってくれ。4枚確実にいける。16を打ってくれ。4じゃない、16打ってくれ。昨夜死亡したプレイヤー役職は狩人。2番。ゲーム終了のプレイヤーが発言した。ショット、はい、ジェジェイ、ナイスショット、すごいな。見たか、レイちゃん。ありがとう。私もちょっとレイちゃんのあの 2週目2日目泣きそうになった。マジでしょ、俺がヒーローに見えたでしょ。あとヒロちゃんがやばいって思って、ありがとう。